はいどうも、不明だよです。つむつむ速報ということで、セレボ情報が解禁されました。ラインナップがこちらになります。まあ予想通りね、アナ雪シリーズってか、まあ誰もが予想ついたと思うんだけど、雪エルですね。あとはドアナも入ってますよというところと、まあ、あとはサマーオラフ、クリストフかが、まあアナ雪つむというところですね。まあ雪エル来ましたね。まあ三が日大晦日来てなかったんで、まあ間違いなく来るとは思ってたんですけど、その中にですね、シレットシンデーラ入っちゃってますね。まあ第2弾とかで来るのかなと思ったんですけど、誕生日が2月15だったと思うんで、だけど第1弾に来てしまったということで、まあかなり熱いアドアナ雪エルシンデーラでしょ。ということで、まあおすすめが雪エルシンデレラ、アドアナはアドベンチャーアナですね、になってます。で、引くべきかなんですけど、まあどっちでもいいかなと思います。どっちでもいい。個人的にはエルサ&オラフ推しです。で、この後ですね、ちょっと雪エルとエルサ&オラフの比較動画もちょっと出してみようと思うんですけど、はい、ちょっとそこも確認していただいて、ちょっと引くかどうか、検討してもらえたらなと思いますって感じですね。いやでもスコアもコインも稼げるツムが入ってるっていう点ではね、かなりおすすめですね。スコアはシンデレラ、アドアナで、コイン稼ぎは、ユキエルって感じですね。他は、どうかな、まあ、いやまあ、ブルーフェアリーも使いこなせれば強いか、って感じですけど、こんな感じですね。はい。じゃあ、常駐ツム何なのかっていうと、やべえ、わからん。クリストフ、ハンク、ゴッドマザー、ブルーフェアリー、フラワーもそうだったっけ。フラワーちょっと怪しいんですけど、まあ、もし違ってたらコメントで指摘してください。多分フラワーもそうだった気がしますっていう感じで、まあ常駐4、5体っていうところなんで、まあここも、あ、じゃあシンデーラもいるわ。常駐半分5体か。あ、半分あれか、半分常駐か。そうなってくるとまた熱いっすよね。カンバイゼの方なんかはもうめっちゃ育成しやすいじゃないですか。雪エル、アドアナがめっちゃ育成しやすいというところで、まあその辺もまあいいかなと思います。まあコレクターの方はまあ半分常駐だし、まあめちゃくちゃレアなツムってそんないないと思うんですよね。まあ様、雪エルもまあ復活率は下がったけども普通に復活するし、アドアナも復活するし、プリンス、まあそんなって感じなんで、まあ持ってなければコレクターの方引くっていう感じですけど、まあ特段めちゃくちゃレアなツムはいないかなと思いますので、はい、まあそこだけに認識してもらえたらなと思います。はい、ということで、想像以上の激アツガチャなんですけども、まあ引くかどうかはちょっとどっちでもいいっていう感じなんだけど、個人的にはエルサ&オラフを引いてほしいなっていう感じはいたします。はい、まあ雪エル育成中の方は、引いてもらえたらなっていう、そんな感じでございます。それでは最後までご視聴ありがとうございました。